I am true. 触れてはいけない。あなたは、え、何今の触れてはいけないんだよ。タブーマスター、トエです。タブーマスターと何ですか？はい、まあ、ということでですね、世界にはいろんな文明などがいたりするわけなんですけど、うん、まあまあ文明って言ったらね、有名な文明ありますよ、四大文明みたいな、インダス文明とか、はい、そういった文明なんですけども、うん、まあ、この僕たちの中でも普通に文化っていうのもあるじゃないですか。日本文化と言われるものがあったりだとか、うんうんうん、アメリカ文化と言われるものがあったりだとか、いろんな文化があるんですけど、その中でタブーと言われているものもやはり存在するんですよね。まあまあね。で、まあちょっと話は変わるんですけど、うん、この世の中にはまだ知られざるタブーな地域っていうのが存在するんです、はい、どういうことかというと、もし今の世界にワンピースというところのリトルガーデン、恐竜が存在した、まあ、あの島のような場所がもし現代に残っていたら、皆さんどう思いますか？ワクワク、まあワクワクしますよね、はい、で今日はそんなお話をしようと思うんですけど、まあ、今回は残念ながら恐竜はさすがにいないんですけど、いないの？いない、やだ、今日恐竜界でしょ？恐竜界じゃない、あのドクターストーン界。いや、めちゃくちゃ恐竜界を期待、ドクターストーンって恐竜はいるのかみたいな。そう、全員が医師になって、まあ、原始の生活に戻ったよみたいな。で、主人公だけは記憶あるから科学を用いて進化させていくぜみたいな感じの話なわけなんですけども、実はドクターストーンの世界のようにもう未だにこの原始時代のような生活を送っている島が存在したりするんですよね。そんな文明文化の場所がありますか？そう、そしてこの情報社会と言われているような、まあ、この日本ですけども、この日本ですら、そんなとこあるのって言ったような場所が存在するんです。はい、それではまず一つ目、日本民族界最大のタブー、まあ、日本民族学という、まあ、学問があるわけなんですけど、はい、ありますね、まあ、日本の民族学って言ったら、まあ、アイヌを調べるだとか学問としても存在するんですけど、その中でも最大の禁忌と言われるものがこのパナリ島。何、知らんで。これパナリ島って、これ日本なんて思う人いると思うんですけど、まあ、これ沖縄なんですよね。え、沖縄の領土？そう、まあ、沖縄って、まあ、あの実際変な名前が多いんですよ、やっぱり。変な名前？そう、変な失礼やな。ちょっとその当て字にしてるというか、北海道もそうなんやけど、昔からその日本の土地なわけじゃないから、やっぱ琉球王国から流れを継いだ名前とか、そういったことがあったりするんですよね。別名アラグスクシマとも言われたりするんですけど、このパナリ島はですね、普通定期船とかはあるんですけど、それはありません。基本的にはツアーで上陸するしかありません。え、無人島ではあるの？無人島ではないです。普通に人が住んでるの？まあいるんですけど、パナリ島の人口は10名。10？はい、大変過疎化が進んでおりまして、まあ、なかなか定住している人はほぼいないんじゃないかと言われているような場所で、商店はもちろん一軒もありませんし、自動販売機すらないようなもう場所なんですよね。どうやって生活するの今？まあそうですよね。え、 Wi-Fi 繋がる？え、 Wi-Fi はちょっと繋がらんのちゃうんかな。え、 YouTube きついな。まあツアーでは行けます。あのシュノーケリングとかそういうの。なるほど、なるほど、はい、あの泳ぎに行ったりとかはできるんですけど、この島都市伝説の宝庫なんですよね。宝庫？パナリ島の人魚伝説。これ人魚というと、まあ、やはりリトルマーメイドのようなアンダーザシーを思い浮かべる方が。アンダーザシー思い浮かべて歌やから、それ。はい、まあこちら、はい、ジュゴンがたくさんいるんですよね。あ、ジュゴンって人魚って言われてるよ、ね、そう、ジュゴンは人魚と言われているので、まあ、実際存在していて、でこのパナリ島ではジュゴンが大量に捕獲されておりました。え、バンバン。ジュゴンのこのなんですか今のはジュゴンの肉や皮ジュゴンの肉や皮は不老不死や美薬になると信じられており、琉球王国に献上されていたんですよ、ね。はい、でこのジュゴンの頭蓋骨などを保存されているような神社がありまして、それを人魚神社って言うんですけど、まさにこの人魚神社立ち入り禁止なんです。なんで？一見この普通そうに、まあ、見える神社なわけなんですけども、ちょっとなんか怪しい雰囲気はあるけどね。残念ながらここ観光で行けないらしいんですよね。誰が入れんのよ？これは島民以外が立ち入り禁止なんです。じゃあパナリ島に住んでる10名は行けるってこと？そう、と、まあ、元々住んでたとか、そういった人だったらいけるんですけど、で、まあ、このパナリ島はですね、他にもこの通ってはいけない道というのはこの道があったりだとか、これ神の道とも言われていて、他にもアール・ウガンって言われるような、まあ、神聖な場所とかにこのジュゴンの頭蓋骨とかが飾られてるらしいんですよね。で僕たちにとってはこんな一見普通にしか見えないような場所なんですけど、こういった場所にも何かしら神の道とも言ったりするぐらいなんで、意味合いがあるんじゃないのかなっていうことが言われてるんですよね。それがなぜ言われてるかというと、実はこの島ある一部の場所はもう絶対に録音や撮影ができないって言われてるんですよね。それはもうしちゃいけないっていう決まりなんですよ、島のルール。実際このような、これちょっとイラストが入ってると思うんですけど、このような看板とかがあったりするらしくて、もうスマートフォン、ビデオ、写真、携帯では撮影録音禁止と
まあ、これ何を撮影してダメなのかっていうのは全然伝わってこないじゃないですか、うん、この中でも。え、なんでこれダメなのってこと書いてない、うん、その真相を迫った結果、うん、赤股と黒股という、まあ、謎の単語が出てきたんですよね。この赤股と黒股っていうのは神様の名前なんですよね。おお、知らんかった。で、この神様っていうのは毎年7月に行われる豊年祭というなんか豊作を祈願する祭りがあるらしくて、そこに出てくる2体の神やでぐらいしか分かってないっていうことで、なんかあれポケモンの伝説のやつみたいだよね。いや、そうなんよ。ポケットモンスター赤股黒股みたいな感じなんですけど、この祭りのすごいところは内容が外部に一切漏れないんですよね。この情報社会の中な、そうまさにじゃない、もう分かんないことなんてないぐらいの。そう、祭りって、まあ、普通やったら、まあ、みんなその場所に行ったら参加できるじゃないですか。まあね、普通はな。ただこの祭りはもう参加者がもう限定されていて、島の出身者と近しい関係者のみしか入れないんですよね。外部の人が見ることを固く禁じられていて、なんでなんで、その秘密を暴こうとした人とかやっぱ過去にいたんですよね。それはやっぱな、そう、もう我々のようなヤジウマみたいなやつが、俺を巻き込まないでたくさんいて、まあ、あとはあのね、文春さんのような秘密を暴きたい系の人たちもたくさんいるので、まあ、そういうジャーナリズムのもと行ったんですけども、そういった人たちは皆不審死。え、でこれマジマジマジなんよ。で、まあ、この人魚神社で、まあ、この毎年何かしらは行われてるらしいんですけど、それも一部の島民しか人魚神社に入れないので、もう門外不出の祭事と言われているんですよね。で、普段は10名ほどしかいないんですけど、この祭りの時には全国から300名の方が集まってくる、とんでもない祭り魂を持ってるんですよね。まあ、だから岸和田の人ぐらいの祭り魂だと僕は思ってて、だんじりみたいな。そう、まあ、彼らもだんじりのために仕事を辞めて毎年岸和田に集結してくるんで。仕事はもう辞めてるのか、あれは休んでじゃなくて。いや、ほんまに辞めるんですよ岸和田の人って。退職する。そう、その時期休めない仕事だってあるじゃないですか、忙しかったりとか。まあ、結構長い期間休まなかった。そう、11月とかやから、その休むか仕事辞めるかっていう時に仕事辞めて祭り行くような人たちなんですよ。だから多分パナリ島の人たちもそうで、これ分からんけど、まあ、それぐらい強い祭り魂を持ってるんよね。で、実際このマスコミとか、まあ、学者とかが潜入した結果、まあ、みんな死んでいってしまうという。だからもうこういう雑誌を出した人とか もう情報を調べようとしても、もう今全然ネットで出てこへんのよ。え、でもさ、今 GoPro とかちっちゃいカメラなんか気軽にいけるから、いけそうだけど。もしかしたら、もうこれはパナリ島が実はヤバいんじゃなくて、そこで活動してる組織が日本を牛耳っている闇の組織なのかもしれませんね。なるほどね。そうじゃないと、このネット社会にこんなに情報が出てこないっていうのはちょっとありえない。いや、ちょっと怖いわ。はい、未だにでしょ。続きまして、神がいる島。こちらですね、沖ノ島という、まあ、2017年世界遺産に登録された日本の島なんですけど、うん、沖ノ島はですね、まあ、いわゆる逆アマゾンリリーなんですよね。ワンピースの、まあ、女人しか行けない島があって、まあ、女人自慢のアマゾンリリーなんですけど、うん、この沖ノ島は女人禁制なんですよ、うん、まあ、だから男島なんですよね、うん、で、まあ、この島はですね、まあ、九州本土から60キロ離れたところにあるポツーンとあるような島なんですけど、実はこの島神なんですよね。え、島が神、そもそもが、そう、島が神様として崇め奉られてきたっていう歴史を持っている。へえー。で、まあ、沖の島には沖津宮というような場所があったりもするんですけど、うん、まあ、ここでまた祭りがあるんですよ、うん、毎年5月に。めっちゃ祭りすんな、やっぱ島って。いや、やっぱり神様と祭りはセットなんだよ。セット、はい。で、まあ、この祭りに行くにはどうしたらいいかというと、抽選で勝ち上がった200名が行けるそうです。え、抽選なんこれは。ただこれ世界遺産に登録されてからはかなり厳しくなってしまいまして、うん、無造無造ではいけなくなってしまったんですよね。でも世界遺産に登録すると意外とそんな難しくない観光名所みたいなもんじゃなくと思いきや、今では神職や研究者の方しかもう行けない。え、嘘やん。それぐらい、まあ、かなり行くのが難しくなってしまった島の一つなんですよね。で、この沖ノ島には数々のしきたりが存在します、うん、一つはお岩津様、まあ、これ不言様っていう風に書くんですけど、これもまた沖ノ島で見聞きしたことは一切口外してはいけない。え、ってことは何、行けたとしても YouTube で感想とか無理なの。あかん。 YouTube で配信なんかしたらもうそれたたり。実際江戸時代とかで沖ノ島で会ったことを、まあ、言いふらしたバカがいたらしいんですけど、そいつはタタルに会って死んでしまったそうです。タタルに会うんだ。まあ、ということで、写真とか研究内容とかは実際出ているんですけど、多分この島には本当に触れてはいけない、言ってはいけないようなことがあるんでしょうね。で、まあ、上陸するためにはある試練を受けないといけないんですよね。え、それが何かというと、みそぎ。お、一般的なのみそぎ。これはですね、裸で海に浸かりまして、うん、心身を清めるみそぎを行う必要があるんですよね、うんうんうん。まあ、ちなみに沖の島には常に沖津宮にいる神職がいるんですけど、うん、まあ、たった一人でこの宮を守り続けてるんですよね。で、
で、この人は真冬でも毎日味噌漁してるらしいです。大丈夫かな。ちなみにですね、女子が入れないっていうこの理由なんですけど、まあこれ諸説あるんですが、祀っている神様タゴリ姫の神が他の女性が来ると焼き餅を焼いてしまうっていう、めちゃくちゃ可愛らしい、可愛いそんな理由ですか。すごい可愛らしい一面がありますね、はい。まあ、そういった感じなんですけども、うん、世界遺産になっても、まあ、観光客を増やすとかそういったことはなく、島を守るために人を招き入れないっていうことを、まあ、ちょっと時代と逆行してるようなことをやってるような島なんですよね。でもまあ行っちゃいけないところまでは分かるけど、公開しちゃいけないっていうのは不思議やな。そうなんですよね、うん。一体何があるのか、日本の秘密はここにあるのかもしれません。生存確率 0%。次、生存確率 0% なんですよ。今までの島は喋らんかったら多分帰ってきてもたたりとか起きないんですよ。今から紹介する島はもう世界一危険な場所と言っても過言じゃないです。それが北センチネル島。出た、もうこれ、はい、都市伝説界隈では有名な島ですよ、はい。まあ、これインドのここら辺にある島なんですけど、はい、まあ、これセンチネル族というね、何の歌？センチネル族の歌。行ったら帰られてる。なんで歌してる配信しとんかこの、まあ、弓使いの一族なんですよね。ヘリコプターとかドローン飛ばして撃ち落とされるんでしょ。そう、弓がすごい達人級にうまい。今だったら多分中華10級はセンチネル族全員で埋まるだろうと言われてるんですけど。何？いや中華10級よ、知ってるかな。中国がまだ喧嘩しとった時代に、中国の中ですごい10人の弓使いのことを中華10級って言ったんですけど、キングダムで書いてるんで詳しくはそっち見てくださいということで、まあ、石器時代的な生活をしていると言われるんですよね、うん。キングダムの言うところの、まあ、ヨウタンマですよねキングダムで言わなかったインドでしょでセンチネル族はですね、まあ、地球上で最も孤立している部族と言われていて、まあ、それはなぜかというとセンチネル族と、まあ、接触しに行こうとするじゃないですか。そしたら全員殺されます。いやらしいな。そう、これマジか。いまだにこの方たちはね、その島に独特の文化を持っているんでね。で1974年にドキュメンタリー番組制作のためセンチネル族を撮影していたテレビディレクターが投げつけられた槍で負傷していたりとか、まあ、2006年に船で寝ている間に島の砂浜に漂着した漁師2人が、まあ、惨殺されてしまったりだとか、まあ、そういったことがあったりもしたんですよね。で、まあ、2人の遺体をさすがに回収せんわけにはいかんなということでヘリを派遣したんですけど、まあ、すごいそのヘリに向かっても矢がバンバン飛んでくるんで遺体の回収もまあ断念されたということもあるんですよね。でまた最近2018年に26歳の青年が島に侵入して死亡したというような。これは知らんわ。最近もこう立ち入り禁止してんちゃうかったかな。確かに立ち入り禁止、そうインド政府が正式に立ち入り禁止をしてるんですが、うん、まあ、やはり、まあ、なんか面白がる人たちがいるんですよね。それで、まあ、定期的に現地の住民を、まあ、高い金払って、まあ、近くまでガイドさせてその危険を楽しむような人たちが、まあ、いるのは実情なんですよね。こういう悪乗りする YouTuber とかもいそうやな。なんか本当に現地の人たちはもうインド政府が公認でそっとしておきましょうって言ってるので、まあ、僕たちもそっとしておく方がいいと思うんですよ、ね。なんかさ、アナコンダ見つけるためにジャングルに命帰り見ず行くような YouTuber もいるし、北朝鮮とか日本はねちょっとあんま行きづらいじゃん。そこに無理やりなんか中国ルート行ったりするような YouTuber もいるやん中には、はい。でもここだけはほんまにみんな行かへんな。いやもうマジでマジで世界中誰も行かへんな、うん。アマゾンより危ない。マジでそう思う、うん。で、ま、そこのセンチネル族は、ま、分かってることは、ま、弓使いということと、うん、あとは100人ぐらいしか人口がおらんのちゃうんかなって言われている、うん、っていうことと、あとはまあ、センチネル語という、まあ、独特な言語を使うということ で他の、まあ、部族とはもちろん島なんで、まあ、交流はない。でセンチネル島に入ったものは全て殺される。でセンチネル語の資料などは存在しないというように、まあ、結構ね謎にあふれた部族なんですよね。本当謎だよね。でもこの謎は謎のままの方が美しい気がするな。ここまあそうですね、うん。まあ、ということで、まあ、このセンチネル族っていうのが、まあ、未だにこの原始時代のような生活を送ってるんじゃないかということがそう言われているので、うん。まあ、もしかしたらこの島には小型マンモスみたいな原始時代からいるような生物がいるのかもしれません。小型マンモスはもうゾウやっちゃう。ゾウには牙ないから。はい、まあ、皆さんもやっぱり、まあ、行ってはいけないような場所、まあ、犬鳴き村のような、ね、場所も世の中にはたくさんあるので、まあ、本当に気をつけてください。これ高評価今日2000以上いったら俺もこれやりたい。やりましょう。お立ち入り禁止とかもう謎の島系、うん、僕めちゃくちゃ調べたことあって詳しいんで、ぜひ第2弾僕のやつ見たい人は高評価してください。今回パナリには行かない。行ってきてよ。いやいやいいいい、だってネットないもん。えネットないもん。まあまあ大丈夫、帰ってきてからアップしたらいいか。いやいや、なんかパナリでカメラ持つの怖くない？いや大丈夫なんよ、その撮影していい場所もあるから。パナリとも行ってきたでいいやん。あかんて。えなんでなんで。いやパナリと行くのはいいけど撮るのはあかんて。目立つしな髪の毛な。いやいやそれ関係ないって。手越しって言われるもんな。いやいやいや、その渋谷で言われた話はいいのよ。
はい、まあ、ということでですね、本日の鳥肌スコアは871パナリですね。本日の鳥肌ポイントは立ち入り禁止って怖いですよね。それでは See you。 終わりも高評価、チャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。お願いします。実は日本には呪術協会が存在します。え7日以内に死亡した赤ちゃんの死体、もしくは出産の直前に死亡した胎児の死体が、まあ、必要ということが言われてるんです。なのでこの封筒を男性が拾うと、なんと死者との結婚を承諾した合図になるんですよね。東京の上野公園でも行われていたそうで、本物が見つかってるんですよね。